つばき愛してるぞー、せせせせせせつけいー、いやー、せつけいすきでよ。前回とうとう、つばきちゃんがアイドルになっちゃいました。アイドルになって数日経った時かな、これ。もう完全にファンがついとるからね。頑張ってください。応援してますって握手会やってるからな。これアニメなんか、ブックオフみたいになってんなんやな。ブックオフでやってるな。では、続きやっていきます。第5章です。ありがとう。これからも応援、よろしく頼むよ。もう板についてきようもんな。その右手。その右手、もう完全にさ、アイドルやもんな。そんなやりとりを何度見ただろうか。秋葉原路上でのミニライブを終えた椿は、その足でアニメショップでのサイン会に挑んでいた。プリワンで話題になった椿を一目見ようと集まったファンの数は実に200名。立派やな。会場の上限人数が100名だから、その倍もの参加希望者が集まっていたことになる。100人しか入れんのか、この店舗だったら。総全員とサイン会をすることはできないため、急遽当日抽選を行うことで対応したが、椿がそれが不満だったらしい。サイン会が終わり、お客さんが吐けてから椿は唇を尖らせてみせた。せっかく来てくれたファンに申し訳ないことしちゃったよ。会場の都合でサイン会に参加できないだなんてさ。それだけ椿ちゃんが人気だってことじゃ、予想外に人気だったってことじゃな。次はもうちょい大きい会場欲しかったなって、欲しいなって。でもこれ以上の箱を今の知名度で用意するのは厳しいんだよな。ポーナー、でもな、100人定員に対して200人来とうけんさ、どうにかさ200円に行けるところを用意してもらいたいなって思うよな。こう見よったらねえ、左後ろにおる君そう思うよね。うん、私もそう思うの。もっと大きな舞台でやるべきよ。椿ちゃんはほら、この人だってこう言おるわ。何のキャラか全然わからんけど、どんな会場を抑えるべきかというのは、そのアイドルの知名度が大きく影響する。簡単に言ってしまうなら、アイドルとしての格だ。今回はたまたまお客さんが多かっただけで、この間のイベントは会場が埋まらなかったろう。いくら椿が地上アイドルの中で人気を得たとはいえ、一般的な知名度で言えば全くの無知と言っていいぐらいだ。なるほどな。別にメディアに出たわけではないけんな。秋葉原の地下アイドルとしては有名やけど的な。現時点での椿はマイナーメジャーという微妙な立ち位置であり、この先トップアイドルを目指すには越えなければならない壁がいくつもある。なるほど、メジャーリーグでいうシングル A ってことか。メジャーのこと知らん人にとってはよくわからんだろうけどな。大型の会場を用意するにはまだまだ格が不足しているというわけだな。実績が足らんのじゃ。初めてわかる大変さってのを感じるよ。うん。ライブにイベントにレッスンにやることが多くてさ、それでもなかなか有名にはなれないときてる。と筋縄じゃいかないね。もう YouTube もそんな感じやけんな。動画投稿するのはいいけどさ、動画の内容を面白くする以前にさ、どうやってたくさんの方から再生をしてもらうかっていうのがさ、重要なんよな。どんだけ面白い動画作っても再生してもらわんかったら意味がないからな。そういうことを考えて俺も動画投稿してます。そういう割にちょっと楽しそうじゃないか。まあね、プロデューサーと一緒にアイドル界のてっぺんを取るのはもう私自身の夢でもあるからさ。もうなんかアイドルマスターのワンシーンを見ような感じやもんな。なんか前にもこれ言ったけどさ、プロデューサーって言葉出てきとるしさ、後輩だった椿ちゃんの姿はもうどこにもない。もうアイドルとしての椿さんがそこにおるわ。変わったな。でかい壁があった方が乗り越えがいもあるし、気合入るってもんでしょ。けど、君の胸についているのはでかい山だけどね。そう言ってから、椿はニット、笑みを浮かべた。子供のような無邪気さが混じった表情に、俺は肩をすくめて見せる。頼りになるアイドルだよ、お前は。もう後輩の時から頼りになったけど、アイドルになっても頼れるとは思わんかったな。一緒にスタッフとして働いていた時にも感じたことだが、椿と一緒にいると本当に何でもできるような気がしてくる。
トップアイドルを目指すという夢を椿と描くことができるのはすごく光栄なことなのかもしれないな。一緒についてくれる人に信頼される、希望を与えてくれる、それがもうインフルエンサー、トップアイドルのとしての才能かもしれんな。それじゃあ俺は会場の片付けをしておくから、お前はロッカーで着替えて帰り支度をしておいてくれ。くれぐれも出待ちに気をつけろよ。そう言って会場に設置された長机と椿の関連グッズの撤去を始めようとした俺に、アニメショップの店員さんが声をかけてくる。どうしたんですか。お金なら払いましたよ。お金なら払いましたよ。未払いとかじゃないですよ。すみません。声高い店員さんやな。このゲームちょいちょい声高い人出てくるな。あ、お疲れ様です。今日は会場をお貸しいただいてありがとうございます。いえ、大盛況だったようで何よりでした。地下アイドルさんでここまでの人気はあんまり例がないと思いますよ。お世辞でも嬉しいですね。それで、ちょっとご相談がありまして。何ですか。ヌード写真は撮りませんよ。なんだろう。会場にファンが詰めかけたのは予想外としても大きな問題もなくサイン会は終了した。これはちょっといい感じの提案と見ていいんじゃないですかね。騒動や問題が起きていたなら当然謝罪が必要になるところだけど、苦手に考えるなよ。お、実はその今日うちの店でコスプレイベントがあるんですけど、予定してたレイヤーの子が体調崩しちゃいまして。おお、これはよかったら椿さんに代理を務めないかな、頼めないかなと。マジか、チャンス来たよ。なんかやばいぞ。頑張っとって才能のある子にはどんどんチャンス巡ってくるやないか。それやな、才能もあってが頑張っとる、努力しとる子にはさ、神様がさやチャンスくれるんよ。世界ってそうなっとるんよ。みんな見ていてくれるんよ、神様は。せめて努力をさ。なるほどと、俺は店員さんに同情してしまう。状況は違うけれど、俺たちも先日のプリワンの際にアイドルのドタキャンでひどい目にあったからな。体調を崩したというコスプレイヤーさんに非はないけれど、イベントの担当をしている側からすると焦って当然だ。さてどうしたものかな。え、なぜ、いやさすがにそれはって言葉が出てくるん。受けろよ。これは椿ちゃんのためでもあるぞ。お前、椿ちゃんやってこれ聞いたらさ、受けてくれるぜひってなるよ。椿ちゃん結構さ、人に優しいからな。これもちろん、もちろん構いませんよ。ほんの少しだけ悩みはしたものの、やはり困っている店員さんは無視できない。多分椿ちゃんに話しても同じ反応だろう。コスプレイヤーなら椿を知ってもらうにもいいだろうし、協力させてもらうメリットはこちらにもありそうだ。何より、椿ちゃんにアニメコスプレというちょっとエチエチな衣装を着てもらって、それを見たいという願望がめちゃくちゃある。ありがとうございます。助かります。ゼミ、どんなスケスケ衣装ですか。どんなスケスケ衣装を着させるんですか。ただコスプレイヤーはボランティアでの参加だったらしく、報酬は発生しないらしい。いやいや、こういうところもさ、注目度ってのが後々ファンを獲得するんよ。もちろん事務所に知られたら俺が怒られることになるだろうが、椿の知名度アップにつながるチャンスだ。今回だけ特別にボランティアとしての参加をさせてもらう旨を伝えてから、椿がいる方向へと視線を向ける。そういうわけだけどいいよな。で、あれ、店員さんの前で間の抜けた声を出してしまって、俺はわずかに顔を赤くする。さっきまでそこにいたはずなのに、もしかしてもうロッカーに戻ってしまったのだろうか。いや違うな、普段の椿だったな。俺に何かしら声をかけてから戻るはずだし、そういうところは律儀な椿だ。俺が心配しないようにとさりげなく配慮してくれてるのは知っている。だが声をかけずに消えたとなると状況が変わってくる。どうした。すいません、ちょっと椿を探してきます。店員さんにはそう伝えて、俺は店内で椿が隠れていそうな場所を探し始める。隠れていそうなんてなんだって話だけど、幸いこの店はそんなに広くはない。
どこに隠れているのかは知らないが、すぐに見つかるだろう。実際、数分程度探したところで、椿の姿を確認することができた。どうした、椿ちゃん。なんか隠れててなんなんて話が来たな。くのいちコスプレの衣装を販売しているエリアの片隅で、じっとこちらを見つめている椿に、俺は苦笑する。なんや、着たいんか。おぬし、このコスプレ衣装が着たいんか。くのいちになってみたいんか。え、そんなことを言ってくれれば、どうにかレンタルして次の衣装にするのに。え、な、椿ちゃん、え、何やってんだよ、そんなとこで。わ、悪かったよ。ちょっと動揺しちゃってさ。動揺？なんだい？動揺ってなんだ？アルプス一万弱、小ヤギの上で的なあの動揺か。動揺って、何に対して動揺するというだろうか。どんな状況でも恐れるものがなく、臨時のアイドル代理まで完璧にこなしてみせたこの椿が？コスプレだよ。恥ずかしいんや。コスプレ恥ずかしいんや。今の格好もそれなりにコスプレっぽいけどな。は？だからコスプレ、どんな衣装を着るのかは知らないけど、コスプレなんて私やったことないんだってば。赤面しながらそう叫ぶ椿に、俺は思わず吹き出してしまった。だってそうだろ、ステージの上できらびやかな衣装を着て歌と踊りを披露しているアイドルがコスプレを怖がってるだなんておかしい話だ。なんで笑うんだよ。もう今の着と服装やって見てみ、鏡見てみろ、ワイドコスプレチックやぞお前。いやごめんごめん、別にバカにしてるとかじゃないから、アイドルはやれてるんだからコスプレだって問題ないって。そんなに気軽に言うなよ、アイドルだって気合い入れてやっとできてるって感じなんだからさ。そうなん？困ったような表情を浮かべてから椿はため息を落とした。でも、こういうのも経験か。真面目な発言、さすが椿、真面目な発言。へえ、気持ちの切り替えが早いじゃないか。立ち位置を理解してるってだけだよ。アイドルのてっぺん取るって決めたんだから、できることは何でもやってやる。ほんまストイックね君。ああ、その通りで、こんな機会を無駄にするわけにはいかない。もちろん椿のコスプレを見て妙なことをしてくれる奴らがいたが、俺が何とかする、ぶん殴ってやろう。椿は安心してイベントに集中してくれ。俺が守らなくても、椿ならば俺以上に自分を守ることだろう。そんなバイオレンスな姿見たらちょっと惹かれるけどな。だが、椿はその言葉に少し安心してくれていたようだった。わかった。プロデューサーを信じることにするよ。おう、変なやからがおったら顔ぶん殴ってクリエイター作って写真撮って SNS に上げて、顔面クリエイター野郎がいましたみたいな感じでつぶやいてやろうぜ。ネタにしてやろうぜ。そう言って力強くうなずく彼女に、俺は奇妙な満足感を覚えた。癖になるな。遅いな。更衣室で着替えてくると言って椿がこの場を去ってからすでに15分近く経過している。慣れないコスプレ衣装だから着替えに手間取っているのだろうか。だとすれば時間がかかるも仕方はない。そりゃそうだろう。コスプレって結構時間かかるって聞くけどな、15分ぐらいでできるコスプレってあるんかな。いや、ないこともないと思うけどさ、そりゃイベントに出るようなコスプレだったら結構時間かかるんじゃないかな。15分で済むかって話なんやけど、逆に。とはいえあまり店員さんを待たせるわけにもいかないしな。うん、一応確認しに行ってみるか。あれ、これちょっと待って、パート3パート4であんまりエッチなシーンなかったけどさ、ここでまた久しぶりにエッチなシーン見れるんじゃないの。もし何か問題が起きていたらまずい。アイドルになってからは暴力沙汰を起こしていない椿だったけれど、例えば覗き魔が出たら何をしてかすか。溢れる正義感を暴走させて犯人を殴り倒している可能性だって否定はできない。うん、割とありそうやけん怖いな。ここで椿自身の心配が出てこないあたり、
俺の椿に対する信頼が伺えるな。椿ちゃんはそんなやわじゃないからな、強いからな、強靭やけんなお前。椿が誰かに殴られて倒れとるところを想像できんわな。椿が喧嘩で負けたりする未来が見えないから仕方ないよな。うん、これはやばいよ。ウィングガンダムのゼロシステムでも出てこんからな、椿が負ける未来が。ヒーロー優やって椿が負ける未来見えんからな。そんなことを考えながら俺は更衣室へと向かうことにした。大丈夫かな。おい、ノックしろ。ノックした方がいいぞ、刹那圭介。椿入るぞ。ノックをしてみるが返事がなかったため、俺は怪訝に思いつつも扉を開いて更衣室の中を覗き込んでみる。ゴゾゴゾという音と聞き慣れた呼吸音が聞こえてくるので、ここに椿がいるのは間違いない。あれ、ノックしたのに、あ、着替えに夢中で全然ノックの音聞こえてないパターンなのかな。ってことはだな。だがなんで俺の言葉に返事もしてないのだろうか。そもそもなんで隠れているんだ。隠れてんの、椿。そこにいるんだろ。待って、こっちに来ないで。そんなこと言われても確認しないといけないから仕方なく近づいちゃうんだな、鉄を。ようやく声が聞けたと思ったら、何やらひどい言われようだ。いや、もしかするとまだ着替えが終わっていなかったのかもしれない。それなら俺に来るなという理由もあるもんな。着替えが終わってないならそう言ってくれよ。とりあえず俺は外に出てるから終わったら教えてくれ。ん？何？もしかして衣装がきつすぎてはみ出しちゃうみたいな。ズボンなんかパンツなんかローライズみたいになってるみたいな、お尻半分見えちゃってるみたいな、半血状態になってるみたいな。歯切れの悪い椿の声に俺は首を傾けてしまう。どんな問題が起きたというのだろうか。状況の事情を聞こうにも椿は何やら動揺しているようで、余裕を得ない答えしか返してこない。これは百聞に一見にしかずって言いますからね。話を聞かずに自分で見に行った方が分かりやすいと思うんで、見に行きたいと思いますね、我々だったら。まずか本当の君が現れて、それを勢いで半殺しでもしてしまったのか。いや、のぞき魔が現れて困ってるんじゃなくて、のぞき魔を潰してしまって、それの対処に困ってるみたいですね。なんだそれ、お前。自己処理に困っとんかって話だもんな。困っとることのピントがずれとるんよ、お前。ありえない話ではないような、じゃないな。普通はありえねえんだよ。普通はありえんからな、お前。何にせよ、確認をしなければ話が先へ進みそうもない。そうだ、そうだ。どんな問題が起きたんだろう。ちょっとそっちに行くから様子を見せてくれ。それはダメだって。ダメだって言われてもこのままじゃどうしようもないが、だしょうがないだろう。着替えが済んでるなら裸を見るわけじゃないし大丈夫だって。そうだぞそうだぞ。なんか水着のすごい露出が多い水着とか着てる人は裸よりも恥ずかしいとか言うけどさ、結局裸の方が結局一番恥ずかしいんやで。それに比べたら切れてるんだったら裸よりは恥ずかしくないやろ。行くわ行くわ。そんなことを言ってから椿の声がした方へと向かう。入り口からは死角になっていて見えない、その場所に椿はいた。とんでもない衣装を着た姿で、見せろ見せろ。あー、これはエロい。確かにワイと裸よりもエロいかもしれん。着てるのにそんなに出てるってなんだろう。ある意味スケベやな。その人がそう転んでその姿してるみたいな感じのことを妄想してしまってスケベやなこれ。だって着てるのに丸見えなんだぜ。おいおいおい、これは今回のスクショですよ。あ、スクショだけで今回のサムネこれですわ。あのさ、俺 YouTube の方でさ、アイドルデイズの実況のサムネは真面目路線で行くかエロい路線で行くかで投票したらさ、真面目路線で2票入って真面目路線の方が勝っとんよ。でもこれはサムネにしないとダメな気がするわ。第3回第4回さ、真面目なサムネ使ったら再生回数全然伸びんかったけど、俺はエロに頼るわ。再生回数取るためにエロに頼るわ。ごめんなみんな、2票入れてくれた方。
俺やっぱエロサムネ使うわな。これはいわゆるアメリカン不景コス、あるいはミニスカポリスコストでも言うべきだろうか。うん、2票投票入れてくださった方、高評価を入れないのが悪いんですよ。高評価が入れないんだったらもうどんな手を使っても、ちょっとエッチなサムネを使ってでも高評価を取りに行こうと思うんでね、視聴者再生回数取りに行こうと思うんでね、高評価が入っとんだったらここでも真面目のサムネ使うかもしれんけど、やっぱこういう絵があるんだったらこれ使わんかったらダメでしょうって思うんでね。わかりますか皆さん、使うわ、このスチールサムネで使うわ。極端に短いスカートからは下着がチラチラと見え隠れしてしまっており、椿は必死にそれを隠そうとしているようだった。え？コスプレの撮影会ってそんな R18 的なエチエチな撮影だったん？うわあ！ジロジロとゆっくりちょっとずつ上に向かって舐めるように見ていく。ほー、これぞ AV の極み。似合ってはいるけど。椿はもともと足や手が長く、日本人離れしたスタイルの持ち主だ。こういったコスプレ衣装は非常によく似合っていると思い出し、そこいらのコスプレイヤーよりもずっと魅力的に映る。ただ椿はアイドルだ。プロデューサーという立場からしてさすがにこれを許容するわけにはいかなかった。こういう衣装を着るようなイベントだったのか。いや、ただちょっと私にはサイズが小さかったっていうか、まあ代理やもんな。ちょっとそういうしかないような、ちょっと泣き顔。椿ちゃんには珍しい泣き顔が皆さん見れてますよ。なるほど、そういうことか。もともと予定していたコスプレイヤーに合わせた衣装だったから、椿にはそもそもサイズが合っていなかったのだ。このアニメショップは成人向けのコーナーもあるが、一般のお客さんの方がずっと多い。下着や素肌が過度に露出するようなイベントを行う店ではないはずだ。そういったイベントならもっと別のそれ系の店でやるはずだもんな。椿のスタオルが良さすぎたのか、今回の不幸の原因だ。いや、ミニスカポリスのコスプレを着たイベント自体、一般向けとしてはかなり攻めたものな気がするけど、確かにな。治安が悪いわ。逆に治安が悪いもんな。こんなミニスカポリスがおったら。そんなことを考えていると、椿が珍しく俺に助けを求めてくる。どうしよう。このままじゃ、私。お嫁に行けない。いや、さすがにこれでイベントに出るのは無理だろう。店員さんには俺から話をしておくから、椿はここで待っててくれ。俺の大切なアイドルよ、こんな格好で公衆の面前に出すわけにはいかない。店員さんには申し訳ないけれど、コスプレについては断るしかなさそうだ。そう決めた俺に、椿はほっとしたような表情で小さくうなずいてみせた。もっと他の衣装があったらいいのにな。もうちょっとエロを控えめにしてほしかった。結局椿はコスプレ衣装を着ることなく、いつものアイドル衣装を着たままでイベントに協力することになった。それでいいだろう。あれやって割とコスプレっぽい感じはしてたもんな。てかアイドルがそもそもコスプレみたいなもんな気がするよな。衣装サイズが合わなかったことについては店員さんからも謝罪があったし、こちらとしてはもう不満はない。イベント自体は大盛況だったようだし、椿のことを知らなかった人たちにもうまく認知が広がったのではないだろうか。まあアイドルとして続いて言ったらこういうこともあるんやなって思って。そうやな、俺よう考えたらさ、今ふと気づいたらさ、アイドルと同棲してんだよな。よう考えたら俺アイドルと同棲してんだな。ちょっとさ、そうなってしまうよな。こういう自分の部屋やんって思ってしまった。家に帰り着くなり、椿は肩を回しながら疲れた表情でそんなことをつぶやく。お疲れ気味だな椿。そりゃあね、今日だけでどんだけ働いたかって話だよ。
ダンスレッスンに始まり、路上ミニライブにサイン会、そして最後のアニメショップイベントの代理と、確かに今日は多忙だった。いかに体力が自信がある椿といえども、疲れぐらい溜まって当然だ。マッサージにもしてやろうか？少しは楽になるかもしれないぞ。いいよ、プロデューサーの方が疲れてるだろうしさ。遠慮すんな遠慮すんな。女の子の体を触ることは俺にとってはメンタルのヘルスケアなんや。そう言って椿はベッドの上に座ってぐっと背筋を伸ばした。ええんか？もまんでええんか？改めて言うのも恥ずかしいんだけど、今日は助かったよ。ありがとね、プロデューサー。俺はいい、もませろ。助かったって何が？コスプレの件だよ。ほら、あのままだったら私アイドルとしてやばかったでしょ。そうだね、そっち方面のエッチなアイドルと思われちゃうね。また見せるんか、また見せるんか。白黒になっちゃった。アイドルとしてどころか社会的にもいろいろ危ない部分があったかもしれないな。抹殺されるわ、ポリスメンなのに、ポリスメンなのに抹殺されるわ社会から。さすがにあの格好で公共の場に出るとなると、まさやもはや地上だ。 SNS でまたとかまに拡散されてしまったことだろう。似合ってはいたんだけどな。俺の頭の中でだけでとどめておかんかったら。あの椿の姿を自分だけのものにできたというのは、なんだか優越感を覚えてしまう。お触りしてもよかったかな。そう考えてしまって俺は首を横に振った。担当アイドルをそういう邪な気持ちで見てしまうわけにはいかない。あくまでもプロデューサーはアイドルを支える存在だ。その領分を逸脱することだけは許されないことだった。大したことはしていないよ。椿がために動くのが今の俺の仕事なんだから。わずかに芽生えた独占欲のような感情を振り払って、俺は努めて平静にそう答える。しかし椿は納得していないようだった。少しだけ不満そうに眉を吊り上げて、俺に向かってぐっと上半身を乗り出してくる。それじゃあ筋が通らないだろ。あら、助けてもらうばかりじゃ私の立つ背ってもんがないじゃないか。じゃあちょっと揉ませてくれてもいいんやで。いろんな体のいろんな部分を揉ませてくれればいいやで。待て、なんとか漫画にも出てきそうな言葉を続けて、椿は俺をじっと見つめてくる。義理がたいことがあるのは知っていたけれど、ここまで来るとただの頑固だな。あるいは俺に借りを作りたくないだけか。わかったよ、そこまで言うなら俺に一つやってもらいたいことがある。なんだ？どんなスケベなことやる？お前、背中に密着しておっぱい吸い付けてほしいみたいな感じか。怖やな。揉むんじゃなくて吸い付けてくるもんを頼むしょもうとしてるのが怖やな。ああ、私にできることなら何でも言ってよ。どんなスケベな要求するんだろう。お前さ、それは俺以外のやつには絶対言うなよ。倫理観きっちり守っとんか、切なけすけ。そうやな、それ俺以外のやつに、俺は勘違いせいけいいけど、勘違いするやつが聞いたらお前今頃スケベな目に遭ってるで。何でもという言葉はあまりにも範囲が広すぎる。そうだぞ、何でもするって言ったよねってツイッターではよく聞くぞ。俺だからいいものの、他の誰かにそんなことを言ってよからぬお願いをされてしまったらどうするのか。しかも椿のことだ。自分から言い出したことにはできる限り責任を取ろうとするだろう。そういうところの脇は甘いんだよな、椿って。え、椿ちゃんの脇って甘いの？ペロペロしてみていい？ちょっと甘さを感じてみたいからペロペロしてもいい？夢中でそうつぶやいてから俺はベッドの上にうつ伏せで寝転がった。あれ、あ、まさか俺の方が揉まれる感じ、俺が揉まれる感じなん？おお、軽く背中をマッサージしてもらえると助かるよ。最近ちょっと無理しすぎたみたいで痛みが足りなくてさ。なるほど、こっちが揉むんじゃなくて相手に揉んでもらう感じね。
どこ揉んでもらうんだい？任せときなよ。じいちゃんによくやってたから得意なんだ。俺じいちゃんなん？俺じいちゃん扱いされてるの？椿は自分の胸をどんと叩いて見せてから、俺の背中にまたがる。あ、でも女子にまたがれるってなんかいけない感じがするね。あー、またがった大勢。なんかちょっと AV、なんかエロゲーにありそうなスチールやめろ、お前。あとなんでこんな安らかな BGM 流れてんだ、お前。赤ちゃんに聞かせるやつ。この曲は赤ちゃんに聞かせるやつ。純粋無比べでこっち見るな、椿。うわ！これは、何気ない気持ちでマッサージを頼んだわけだが、これがいけなかった。俺の背中にまたがる椿の太ももの感触が、じんわりと体に伝わってくるじゃないか。さらにまずいことに、俺の背中を押す椿の吐息だ。どう？気持ちいい？はい、これギルティー。ゲームの中の切なケース、ギルティーでーす。有罪判決出ました。あなたも今後、椿ちゃんに一生尽くす刑に処せまーす。大事にしてやってください、椿ちゃんのこと。ああ、気持ちいいとも。ではなくて、これは非常に危険だ。このままでは、俺の倫理観や理性の防波堤が崩壊してしまう機会がある。もう十分だと言って、椿を止め落とした俺だったが、完全に体が固定されていて、身動きが取れない。椿を仕事だとして理解して、俺は冷や汗をかいた。プロレスラーだな。お前プロレスラーか。あ、椿動けないんだけど。そのまま聞いて。あ、え、なんか、真面目な話？白髪越しに椿の声が聞こえる。有無を言わせない、その、語気に圧されて、俺は静かに次の言葉を待った。今日のことだけじゃない。プロデューサーには、すごく感謝してる。うん。何もなかった私に、夢を見ることの大切さを教えてくれた。あんたがいなかったら、私は死ぬまで昔のままだったから。それは違うと、俺は夢中で否定してみせる。たまたま後押しをしたのが俺だったというだけで、俺がいなくても彼女自身の力で前へと歩き出したに違いない。椿、大人の男を軽々と吹き飛ばしてしまう腕力を持つ彼女の腕から温かさが流れ込んでくるかのようだった。これが人間の温かさじゃ。シャアにもこれを理解してもらいたかったな。シャアが理解しとったらアクシズなんて落とそうなんか考えなかっただろう。そんな彼女に対して俺ははっきりと愛おしさを覚える。アイドルとプロデューサーという立場を超えてだ。許されない思いを自覚して、俺は表情を歪めた。ちょっと淡い気持ちが芽生え始めてるよ、俺。なんか変なんだ。お前もか。考えてると、なんだか胸が熱くなってきてさ。なんでだと思う？お互いいけない感情を生み出してしまったようだな。やべえな。もう、それ理解しとるからこそ、切なケースがこう黙ってしまったもんな。おー、これもエッチですね。パンツ見えてるしな。やばい、今回、エッチなスチール多いな。ごめんな。真面目路線でサムネ作ろうとか、そういう無理だわ。俺は、その質問に答えることはせず、うつ伏せになったままで、椿へと視線を浮かしてみせる。そして、俺は短くこう告げた。いや、突然そっち方言に話持っていくな。真面目な話だっただろうが、お前。いや、教えてあげるんはいいことかもしれんけど、真面目な話だったやんけ。椿、下見えてるぞ。マッサージをしていてくれたからだろうか、
ミニスカートの隙間から下着が少し見えてしまっている。あ、でもちょっとこのピンク色はなんか見慣れて初めて着てしまった気がするわ。そんな俺の指摘に、椿は赤面してスカートを押さえた。そして俺をじろりと睨みつけると、軽く背中を叩いて不満を口にする。まったく、デリカシーなさすぎだよ。そうだよ、いい感じの雰囲気だったのにさ。わ、そんなこと言わんでもよかったやん。潰しやがって、このいい感じの雰囲気。わ、悪かったって。半身を起こした状態で謝りながら、俺は確信する。椿は俺に恋愛感情を抱きつつある。うぬぼれでも何でもなく、事実だ。うん。これが他の主人公とか他のゲームだったらさ、何をお前、何お前勘違いしてんの、ダッサーって思うところやけどさ、これは本物やな。そして、俺も同じように椿を一人の女性として意識するようになっている。いつからだ？そう自問自答するが、答えは出ない。ただ、今の俺たちの関係は、アイドル界の頂点を目指しに行くには不適切だということだけは間違いなかった。参ったな、これは。自分や椿の気持ちと目指すべき夢、天秤にかけるべきものの重さに、俺は思わず、秘策を落とした。淡いじゃねえか、おいおい。淡いじゃねえか、次の日になったわ。これで第6章かな、次。ですね。じゃあ、今回はここまでとさせていただきまーす。やべえ、突然恋愛物が始まってしまった。アイドル育成して、そのアイドルの成功を見るようなゲームかと思っとったら、こんな恋愛要素をぶち込んできました。皆さん、どうしましょう。めっちゃ胸がキュンキュンする話になってきましたよ、皆さん。おいおいおい。おいおいおい。このゲームさ、エッチな絵を見るために始めたところがあるのにさ、割と結構夢に追うっていう、一つの、心に来るテーマが始まって、ここまで来て、とうとう恋愛物に発展しました。このゲーム結構奥が深いぜ。そう思いませんか、皆さん。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。てか、この動画さ、これまで4本アップしてきたのにさ、1回も高評価入ってないんだよ、みんな。あんだけ再生回数、再生しておいて、誰も高評価入れてないんだよ。頼むよ、誰か高評価入れてくれよ、頼むって。というわけで、仕上げ。